昨夜未明、凱旋市、藤沼町のコアポ藤沼の一室から女性の遺体が発見されました。私の人生どうだったのだろう。思い残すことがあったのかなかったのか。私の思いは宙に飛んだ。私の人生どうだったのだろう。思い残すことがあったのかなかったのか。私の思いは宙に飛んだ。普通の日常、日々の忙しさに追われて、自分が何がしたいのか、どうしたいのかわからなくなっていた。迷いの旅し歩んでいた。毎日が同じでもきっと出口はあるはずさ。世界今の物語が始まる始まる。